続き言うと、圧巻の60メートル爆走ゴール、現地ブレンディ里も大興奮。ブレンディの日本代表ミッドフィルダー鈴木ゆえとはプレシーズンでも好調を見せつけている。オーストリアでキャンプを行っているブレンディは、10日にスパルタプラハとのトレーニングマッチを実施。鈴木はベンチスタートとなると、早速ゴールを記録した。鈴木は得意のドリブル突破を見せると、スピードに乗ってボックス内に侵入。ゴールキーパーとの1対1を見事に流し込んだ。オリンピックだとカウンターが大事になるだろうし、鈴木ゆえとマジでいて欲しかったわ。なんか五輪選手に選出されない方がいい活躍してるように思えてきた。パリ五輪に逃がす、いやパリ五輪に行かなくてよいくらい活躍してるが正しい。自信を持ってプレーできているのかな？経験と自信って大事だね。相手スパルタプラハって普通に強豪じゃん。もちろんプレシーズンだから本気度は低いだろうけど良い滑り出しだね。鈴木ゆえと、なかなかの人物。まだ若いが、肝が据わっている。技術もスピードも備わっており、ここに来てキック精度が上がってきた。サッカーセンスも良い。間違いなくステップアップするだろうし、すべき選手。とても良い選手、将来有望。ファンになってしまいそう。ファンじゃなかったのかよ。一昔前ならデンマークでも活躍したら、評価されたかもだけど、今は5大リーグプラスオランダ、ポルトガルあたりで活躍できないと評価が難しいよね。ソシエダに行ってほしいよ、それかドイツ。リーグレベル上げないとね。ドイツとかから声かかってなければそのレベルの選手ってだけやん。菅原矢印マイクマ、鈴木矢印国母みたいに鈴木ゆえは久保の後釜、という見方は少々でしょうか。鈴木はこの夏にビッグクラブに移籍すると思います。ブレンディとしては鈴木ゆえとの評価が高いうちに売らないと移籍金が下がってしまうかもしれないから、今夏のうちに売りたいだろう。さっさと5大リーグに移籍してくれ。当チャンネルは小ネタやネット反応集の他にもゆっくり解説動画でサッカー解説もやってます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになります。ゆっくりしていってね。